僕がちょっと一時よく行ってた病院のかかりつけのお医者さんが、はい、なんかちょっとね分かんないですよ、どうもっぽいんですよ、いや分かんないですよ、まあ、男の男性ちょっとっぽいんですよ、なんか妙に触ってくるんですよ、で前も一回なんか採血した帰りに、はい、本当あの健康に大事にって おけつをふわって、はい、まあ、普通じゃないですね、はい、おけつ触んのってどうなんやろうってね、はい、思ってで家帰ってあの嫁にそのこと言ったら、はい、なんかあの人、うん、こんな感じが俺はするし、あれほんま個室やし襲ってこられたらほんまどうしようかなみたいなことを、はいはい、僕が言ったら嫁が戦いなさいよ、そのために鍛えてるんでしょほんでうんって自分の部屋行って何やこは物片したりないそのために鍛えてないわ怒らせていただいてもよろしいですか。夜中テレビ見てたんですよ、なんかこう外国の映像がバー流れてて、はあ、でまあここがそのテレビの中のとこでネパールだかタイだか、はあ、ミャンマーか分かんないんですけど、はあ、ブワー人と自転車ブワー行き来してるんですよ、うん、ところがこの5メーターぐらいの幅だけ工場かなんかの通路になってて、うん、それをトラックかなんか通るとき道をこう遮断しないといけないんです、はい、これ交通をこう止めて、で警備員が3人ぐらいおるんですよ、おっちゃん2人とおばあちゃん1人、あビビビビビビってガラ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 ってこう門みたいなこう、まあ、閉めよるんですよ、ビビビビビビ言って閉めて、まあ、人止まってトラックバー行ったらまたビビビガラガラって開けはるんですね、開けはったら、まあ、もう交通が今まで通りブワー行くんですけど、この係の人らの待合室が向こうにあるんですよ。はい、開けた後また来ないし座る開け方逆や。さっき、まあ、あのフィリピンの女性のお話の後に、まあ、来たら喋ろうかなと思ってた話なんですけど、うんうん、あの宮崎にロケに行きまして、うん、でロケ終わりでそのプロデューサーが宮崎県にこの有名なフィリピンパブがあるのでちょっとパブ行きませんかっていうことで2人でフィリピンパブ行ったんですよ、うん、ほんならもうフィリピンパブのお店の前にほんまにこれぐらいの人数のフィリピン人の方がブワーッと綺麗な格好されて、まあ言ったらお客さんをこう手招きで、ま、招いてるんですけど、ほんまに言うんやなと思ったのが本当に社長さんって言うんですよ、ベタに、本当にベタに社長さん社長さん、誰を見てもです。男性陣全員、まあ言ったら普通のサラリーマンの感じの方はもちろんですけど、普通のまあ短パン T シャツの方も社長さん社長さんって言ってて、で左からまあ大輔さんの方からずっとみんな社長さん社長さん、うちの店おいでおいでって言ってた3人目の人が俺を見つけた時に、社長次長さん課長さんえ嘘って言って、次長さんはいらないですよ、次長には次長さん課長さんってなって3人目ぐらいの子が言った途端5678が、うん、ダメよ次長さん課長さんは社長さんより下だから言っちゃダメよっていうめっちゃ怒られてるんですけど、3番目は違う次長さん課長さんってものすごい言ってくれるんですよ。楽しい一日なかったわ。後輩と二人で、はい、まあ、飲んでたんですね、はい、後輩と二人で、まあ、飲んでますと電話が鳴りまして、うん、でパッて見るとね、三股又蔵ってい、やで、まあ、まあ出るべきか出ざるべきか、はい、まあ一旦こう躊躇もしつつね、まあ出たら、うん、おいジュニア何やってってあ今ね、後輩と2人飲んでるんですよ。そうか、じゃあちょっと顔出すわってね言うんですよ、はい、あそうですか言って、で、まあ、場所言ってで、まあ、来はって、はい、まあ、3人で芸人ね3人でうわー、まあどうでもええバカ話をしながらうわー飲んでたん、ほんならまた電話かかってきて、それは俺の知り合いの、あのほんまの普通の友達の女の子が何してるんですかみたいな、飲んでる、あ行っていいですかって、一人の女の子が来た、
ほんで普通にこう喋ってたら、さっきまでバカ話はわー楽しく喋ってた三松さんが、うん、一切喋らなくなって、なんか急にこうやって足組んだりして、なんかね、カッコつけてるよ。めちゃくちゃタイプやったんですって、その女性が。めちゃくちゃ彫りの深い感じでグラス傾けてるんですよ。気持ち悪い気持ち悪い思いながら、なんやこれ思いながらも、俺はこっちでその後輩と女の子が普通に喋ってたら、突然ですよ、そんな話も一切してないのに、突然三松さんが、おいジュニア、20th century boy ドーム、はぁ、何言ってんのこの人、 20th century boy ドーム、三松さん、ちょっと何言うてんすか、いや、あの浦沢のよ、 20th century boy ドーム、あの漫画の20世紀少年のこと言うてんすか。めっちゃかっこよく言いますやん。もう、20th century boy、 あ、漫画の20世紀少年ね、はい、いや僕ね、ちょっとしか読んでなくて全然読んでないんですよ最後まで、はい、なんか聞いたところ、なんか最後の方なんかグダグダってなったらしいですね、あれ皆さん読んだんすかって言ったら、いや一巻でよ、主人公の小学生のケンジ、これがよ、 T-Rex の 20th Century Boy っていう曲聴いてよ、衝撃が走ってよ、これを学校に持って行って、昼休みの時間に放送室に勝手に潜り込んで、これを学校中フルボリュームでダーンってかけんだよ、こんなかっこいい曲あんだぞ、こんなかっこいい曲お前ら知らねえだろ、バーンってこれを学校中に流すんだよ、でこれで明日から学校はとんでもねえことになるぞ、これで世の中がひっくり返るぞって言って、次のページパッてめくったら、何にも変わってねえ昨日と同じ日常がそこに描かれてんだよ。俺このシーン読んだ時に、この後この物語がどんなグダグダになろうとも俺は浦沢に最後までついていくって決めたんだよ。はぁ、何言うてんの、長尺使って、もうマジかこのおっさん、何言うてんのって、もうこっちもこんななってんすよ。ほんなら、あ、お前ジュニア一番好きな映画なんだったっけって言うんですよ。そんな話もしてない、まだ続くのこれ思いながら、こっからもう衝撃なんですけど、暗いお店で、好きな映画なんだ、いや別に俺何ですかね、三松さん何なんすかって言ったら、俺が一番好きな映画はやっぱりトゥルーロマンスだなってね、トゥルーロマンスって、まあこのかっこいい映画なんですけど、トゥルーロマンスだなって言い終わった瞬間、マジですよ、三松さんトゥルーロマンスだなって言って坊主頭をかき上げたんです。ヒゲ男爵っていうコンビいるじゃないですか、はい、で、まあ、今はやってないんですけど、昔、まあ、あのテレビにバーッと出た時にワイングラス持ってなんとかやないかいみたいな、はいはいはい、ほんでプライベートであんまりそんなことを言うことないんですけど、僕初めてその後輩のギャグとかってそんなことは抜きにして、わしやないかいってこう思いっきり言うてもうた出来事がありまして、空港でね新聞買ったんですよ、トースポ、うん、ほんなら裏一面に独占インタビュー、あの人が AV 女優にみたいな、で顔を隠して、うん、もの一面ですよ、全部ロングインタビューしてるんですよ。でその芸人さんと知り合ったのはいつですかみたいな、5年前ぐらいかな K さんと知り合ったのはって、お笑い芸人 K と何かがあったようだみたいな、もう手震えて、まあそんねえ分かんないじゃないですか。で当時遊んでた女の子が AV 女優に転身したのかもしれませんし、はい、まあ、そんなことは分からないですけど、はい、K って まず河本なんで絶対 K なんですけど、はい、同時刻勝俣さんも新聞校でなんですよ。おほんで勝俣さんも手震えてたらしくて、K で、で僕は勝俣さんで会ってくれと思ってずっと見てるんですよ。で勝俣さんは河本でありますようにっていうので全然違う場所で2人で見てたんですよ。でその方とはお酒とか飲み交わしたりとか、あとなんかいろいろなことしたんですかみたいな、うんうん、お酒はもちろん飲んだけどその後ちょめちょめみたいな感じもあったかな、う
え、どれぐらいあったんですか。月に一度ぐらいのペースですよって結構言うてんすよ。で、六本木とかいっぱいいろんなところで遊ばしてもらってすごい楽しかったです。お笑い芸人 K さんガタ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 震えて、勝間さんも同時刻ガタ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 震えて、ロングインタビューですよ、一面ですよ。女の子の脇に全部質問とクエスチョンとアンサー書いてて、じゃあ最後に一言、その、お笑い芸人 K さんに言いたいことありますかって言ったら、最後のところにおめえに飲ませるザーメンはねえって書いてわしやないかい、わしやないかい。ケンコバに聞いた話なんですけど、はい、なんやそれ。それはケンコバから聞きたいくらい。でもいるもんな。ケンコバに教えてもらった話をしていいですか今。不思議な、まあまあ不思議な感じですね。そうか。あ、コバは喋った方がいいか。何の話か分かんないですね。分からない。アントニオ猪木さんの話なんですけど、成田空港に着く飛行機でラスベガスから飛んだ飛行機なんですけど、それにアントニオ猪木さんとその時のお付きの藤田って、はいはい、金髪のゴリラみたいな野人って言われる野人ですね。でその人 と、 こう、猪木さんが、外側でね、はい、でその野人藤田が横にいてでこう成田にバーンって着いたんですって。でポンって言うて降りようと思ってももう藤田はずっと寝てるんですって。ふーっ言うて、猪木さんが藤田藤田着いたぞ藤田起きろ着いたぞって言うてもまだ寝てるんですから。猪木さんが藤田起きろ寝るぞ藤田起きろ寝るぞって言うても、まだ藤田、カー寝てるんですか。で、猪木さんが、藤田起きろ寝てるぞ起きろどついたんですか。で、藤田、あ、言うて起きたっていうそういう話です。はい、プレミアムライブといって、全国回って今回4回目なんですけど、この話聞くの我々5回目なんですよ。天ヶ崎で3回やったからね。違う、これね、いただくしかもコバの話やもん。そうです。いや、これしかも、僕三松さんから聞いた話です。こう言ってこう言って今こう言ってるんですよ、はい、あ、はい、そういうことなんですか。じゃあ三松さんから聞いた。でも本当のラストだから大輔さん忘れてますね。あ、そうですね。さら、はい、にラストあるんですよこの話に。そう、三松さん忘れてた。でいや本当にこれは本当の話なんですよ。で猪木さんがだから藤田爆睡してるから、はい、藤田ごめん起きろ、おい、おい、もう到着してんだよ。皆さん普通で大丈夫ですまあね、隠れてるからね、はい、いやいやいや、ね、もう飛行機ももうついてる。もう猪木さんがまあ言ったように、はい、やったって言ってやるんだけど全然起きないから。え、グー、はい、起きなかった、はい、うん、で、猪木さんまたプッチンキュって、はい、おい、藤田お前、おい、おい、恥かかすかかい。マジ、はい、いや本当なん、これ見た人から直に聞いてるから、猪木事務所の人が聞いてるから。ほだけど藤田さんはクーッと寝てますから、もうグーパンでももう寝てるから、もう猪木さんがもうイライラしてお前荷物持ちで来てるわけだからね、藤田はね、でブッチンキュッて、てめえ藤田ってガッてやって、あちゃっ。チョークスリーパー飛行機でですよ、はい、あじゃってやったら藤田一回パッと目覚めたんだけど、猪木さん興奮してるからもう一回グッと落としてまた藤田さんがモンスターペアレンツみたいに思われたらすごく嫌なんですけど、はいはいはい、うちの娘もうすぐ来月で5歳になるんですよ、はいはい、でもそのだいぶ前ですよ、もうだから2年以上前かな、はい、嫁が娘を歯医者さんに連れてったんだね、はいはい、ほんならもう帰ってきたら、いや、ちょっと歯医者さんが矯正を勧めてる、うん、
矯正か。しかもなんならそのレントゲンを取った方がよりその矯正もよくわかるみたいな。でもまだ2歳なんぼやしなと思って大丈夫なんかって言うてたんで、ほんで結局その行ってレントゲンも取って、でレントゲン見してもうたんやけど、当然そんなねレントゲンなんて座らしてね、みんな外出ないといけないじゃないですか。2歳の子がじっとしてるわけないよね。できたレントゲンはやっぱもうシャッってなって持ってるね。ほら見たことかと。で次お前いつ行くねん、いやいついつちょっと俺一緒に行くって言って、あのね先生ってこれね、こんなレントゲンこうなること僕はもう分かってたと。で正直子供にねあんまレントゲンも取れさせたくないんですよ。でそもそも矯正ってこんなまだ2歳やそこらで早すぎないですかって言ったのよ。ほな先生が早すぎることはないです、矯正は絶対に早すぎることはないですって言うてる、そのおっさん頭ハゲやがってガーン矯正してるお前遅すぎるやろ。髪の毛薄いで言うたら、あれグリコ森永藩の、犯人を公園まで突き止めたっていう松なんとかさんっていう方いらっしゃるんですけど、もう音のプロなんですよ。もうマンホールがペコンって言うたらこのマンホールの音はどこそこの何区のなんやらので、2階から録音してる感じやとかが分かる人で、もう絶対この人の耳にかかったらどんな秘密も絶対隠されへん言ってる人、もうこんなカツラですわーおー出てきますね。ヘッドホン外す時にちょっとずっと仕事して東京駅に帰ってきて、でタクシー並びますよね、で結構な行列やって、その後もあったんで、まあ、焦ってたけどそんな遅れることはないと思って、で自分の順番来たからまあ乗ったんですよ。で「あどこどこまで」って行き先言ったけど、ドアが開いたまま閉まらないんですよ。あお願いしますって言ったら運転手さんが「あの後ろの SP さんは大丈夫なんですか?」って言ってきて「SP さん?え?」って見たら、あのスーツ着た黒人さんが多分僕の次の順番から並んでるんですよね。いやいや俺誰に狙われますで SP 前におらんとあかんやろって言って後ろに俺が守ってるみたいなとあかんし、ほんで SP2 人雇うんやったら1人雇って1人運転手雇いますよみたいな、タクシー乗る重要人っていういないでしょ、いないでしょお前の家がガス爆発やーって言ってねお前の家がガス爆発やーって言ってね、小学校6年の時に授業中に担任が入ってきたんですよ。すぐ行ってこいって言って、それ泣きながら泣きながら家行ったんですよ、見に行ったんですよ、何にもなかったのよ、結局何もなかったって戻ってきたら、結局何やったら、おかんがパート先でどうもガスの元栓を閉め忘れたんやないやろかっていうのがものすごいあのゾワゾワ心配して、学校に電話したら担任が何を間違えたのか、お前の家がガス爆発や、で結局何もなかったんやけど、俺は一体何ができたんや小学校の男の子に背負い吸わしすぎじゃん行ったところで泣きながら行ったところで、今になってあの担任腹立つ一緒に行くとかね、一緒に行くとか、あれ何やったんやろと思ってあの時の涙を俺は返してほしいはよ帰ろはよ帰ろお前の家ガス爆発だはよ帰れあの涙泣くわな一回ね、あうち雨漏りがひどくて、雨漏りがうちひどかったらほんまに飛びん坊で、でね、なんかね配線がね、むき出しになってるとこに雨が当たってね、ある時パチ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 ね、これほっといたらえらいことになるひとし電気屋行ってきた泣きながら俺そこ泣かんの、これ何だ雨の中俺に背負わせすぎや何ができるやん何ができんねんお前が行った方が絶対早いし
冷蔵庫がね、はい、冷蔵庫のフリーザーのとこがね、はい、もうこれも子供の時ですよ、はい、カッチカチになって、あれなんていうの、あれ氷が、霜がえぐくてで、親父がね、のみと、はい、絶対やったらダメですよね、はい、のみと金槌でカーンカーンってその霜を割り出したプッシャーなってガスがブワーッて言って人人電気入ってきたなんでなんで電話で分かんない、ね、背負わせすぎて、すぐ泣くすぐ泣くすぐ泣くなんかあったすぐ泣く打ち上げとか飲み会が一つの話題でもう全然盛り上がらへんかったっていう途中からその話ばっかりになって全然思んなかったっていうんですけど、品川が言い出しよったと思うんですけど、なんかある大河だかなんかの誰かのセリフで、うん、淀殿も淀殿ならねね殿もねね殿だっていうセリフがあったらしいって、それをみんながこぞって言うんですけど、うん、言えないんですよね、うん、淀殿も淀殿もねね殿もねね殿、いや今ちょっとなんかおかしいみたいな、それがもう3時間です全然思んないもうええもうええやん、言えんでもええし、そんな嫌いやからな、よろしいやん、違う話も嫌いやから3時間やん、酔ってくるから余計言われへんやん、まあ、大ごとでだんだん言えるわ、大ごと最終的にそのセリフがおかしいってなって、淀殿もねえ殿もおよしなされにしたらいいのにね、何やそれセリフ変えんなよ、短い話、はい、で僕がね小学校の時におばあちゃんの親戚とか関係、僕はあんま会ったことないおっちゃんなんで、うん、よく分かんないですけど、カツラのおっちゃんってもうカツラつけてるけど周りの人がカツラのおっちゃんって言うてもバレてるけどおっちゃんずっとつけてて、でもそれが別にバレバレのカツラでもないけどもカツラのおっちゃんっていうおっちゃんがおいて、でその方が亡くなった時に僕なんかすごい覚えてるのがお葬式っていうかそのダビに伏す時に連れて行かれたんですよね、でまあみんなこう燃やすっていうか燃やす時に行って、ほんでなんかしきたりがあって、なんか今なんか誰々さんボタン押してくださいみたいなのってボタン押してっていうのをすごい覚えてて、でみんなで外に出てこう煙上がってるとこも黙って見てるんです、なんか忍んでる感じで、で僕も子供心におばあちゃんあ死によったなとか桂のおっちゃん死んだわみたいな話してて明るいからあええんかな思ったけど、子供心にあちょっとおばあちゃんやっぱ親戚やったあれなんかなって後ろで見てたら白い薄い煙ああいう時上がるんですよね、一瞬真っ黒い煙がパッて上がるんですよ今カツラ燃えたな。まずは先ほどなんかちょっとね書面臭いみたいな話してあもうだいぶ前ですね、はい、ちょっと気分害した人おるんじゃないかなので、うん、まずはちょっと謝りたいんですけど、ああそうですか、はい、先輩の教えってやっぱりいろいろやなっていうので一つじゃなくていろんなとこから学べるものが多角的に来るなっていうので、はい、そのねさっきも話したようにアイドルファンにお前狙ってんちゃうやろなみたいに言われて、俺はあんなしょんべん臭い女あいつせえへんねん、そのしょんべん臭いっていうのは若いことの比喩であり実際あの子はしょんべんの匂いなんかしないし、だからって俺は本当実際の女性のパンツをパッと脱がした時に一瞬ファッとくるしょんべんの匂いは嫌いじゃないぞという話を楽屋でしたことあるんですよ。でもさっきこの場で話した時にジュニアさんは何言うとんねんって言って、でも松本さんも何の話やねんって言ってくれたんですよ。これを最初に楽屋で話した時に大輔さんは分かるって言ってくれたんですやっぱりね、その長渕剛さんがそうやからファンの方はそういう人が多いし、やっぱりこう母体となるそのタレントさんであるとかアーティストさんを表すのはやっぱりこうファンの方じゃないですか、逆に言うとファンを見ればその人が分かるというか、例えば宝塚ファンなんてもう宝塚歌劇が素晴らしいから表で待ってる人なんてもうビーチー並んでもうすごいですよ規律がとか、いいともやってる頃に行ったらアルタ前いつもごちょごちょってなってる中、その日だけは3列で通路で人垣、一番前の人みんなしゃがんで2番目の人中腰、後ろの人も見れるように後ろの3列目は立ってっていう3段になったこう壁、そこを通ってアルタ入るんですけど、よろしくお願いします、今日はうちのメンバーお願いします頑張ってくださいとか言って、
誰が今日来んねん思って行ったらテレフォンショッキングのゲストがあの桃色クローバー Z なんですよ。ファンの人たちはそういう感じやし、でもすごいきっちりしてるんですよ。例えば香取君と一緒になってて地下中とか行っても香取君はいますけどこのある一線から絶対近づかないとか、みんなすごいこうやっぱりこう母体がしっかりしてるとファンの人もしっかりすんねんなってね。この間もう一軒ぐらい飲みに行きますみたいな感じになって2時半に24時間やってる中華料理屋さん行った。男俺以外3人だから4人、男4人で行って、一般の人ですけど、ほんでビールとちょっと餃子みたいなつまみながらちょっとトイレ行こう思ってトイレ行った。トイレの前に女性がガリッガリなんですよ。もうどう見てもちょっとおかしいなっていう痩せ方のガリッガリの女性が中華料理屋で5皿ぐらい並べてブワー食べてるんですよ。もう異様な空気、ガリッガリやけどめちゃくちゃ食うてるんですよ。ブワーと思いながら俺トイレ行って出てきて、でこっちは元いた席座って、ああですねこうですねなんて言いながら言ったらその人が全部食べ終わって、で会計こっち来てレジがここにある、あれあれとか言って俺に、そやんなそやんなジュリエンな、ああちょっと兄ちゃんって店員にマジックちょうだい、マジックもうこんな言い方なんですよ。マジック、ああサインしてサインして、何にも持ってないんですよマジックしか、おはサインして言ってマッキーで、はい、俺肩グリグリやられて、サインしてサイン、夜中の3時ぐらいに、サインして、どこにしましょうって言ったら、ここまで白くてそこから下黒いワンピースみたいなの着てたんですけど、ここにして服にですよ、ここにして言ってまたマッキーでグリグリやられる、ここではここにサインして言って、もうサインした方がもうええわ早く帰ってもらおうと、あはい言って、俺ここに藤原ジュニアって書いたら、ありがとうって言って最後に一言、ほんまやな政治のファンやねんけどな、出た出た、またやでしょうねでしょうねでしょうね、母体を表してますわすごい怖いよね。怖い話時間ないですけど、はい、もう本当にあの死ぬほど喋らせていただきたいなと思います。え、あら、はい、すいません、はい、まあね、まあまあ、まあ別にね絶対に終わらないといけないってことはないんでね。まあ、まあ、はい、僕あの19の時から付き合ってる彼女と9年付き合って、今の嫁はんになってるんですけど、まあ付き合って2年目ぐらいの時にもう結婚しよう思ったんですよね。だからまあ今は貧乏やけども、貧乏漫才師やけども結婚しようぜ金貯まったらと、うん、ずっと言ってたんです。で結婚したらどうするとかなんかそんな話も付き合ってる中、まあ、9年付き合ってますから、うん、このいろんな話もしてるんですけど、絶対に結婚する時はもう親戚神社であげさせてくれと、うん、俺はちっちゃい時から住吉大社という、まあ、実家の近所にある大きな神社があって、そこにも夏も正月も行ってると。住吉さん俺のこと知ってると、ちっちゃい時から七五三もそこやった、だからいつもありがとうございますって言うてるから、おお小籔かってなもんやと。だから結婚するのもやっぱ俺そこでやりたいと思うねんけど、お前もそういう神社あんのかと。だからいや私はそんな特にないと。いやでも郡園に住んでるんやったらその成田さんっていうところも近いんちゃうんかと、成田さんに筋通さんでええんかみたいな。いや私はそんなに成田さん、多分成田さんは私のことそんな知らんと思う。もうちょっと小さい神社にも行ってたから、あそうか、ほんだらこれは悪いけど結婚するときは住吉さんなっていうのはずっと9年言ってたんです。ほんでさあいざ結婚するってなった時に、嫁はんがちょっとこう半にやけではないですけどこうやってうーって来て、なんか変やなと思って、ドライさんちょっと結婚式やねんけどウェディングドレス着たいなと思うねんってなって、は言うて、いや俺ずっと言うてたやん、ええよ言うてたやん、なんなんこの土壇場でウェディングドレスって、うん、いや家で結婚っていう話をお父さんお母さんとしてたと、うん、ほんなら どこですんのよって住吉さん向こうの人言うてるから、あそうな、ほんなら新式やね、この文金高島だって言うんですか、角隠しやね言ったら、弟がファーって横から来て、なんか姉ちゃん丸顔やから角隠ししたら笑けそうやなって言われたんですよ。それで嫁はんグー嫌なって、ちょっとウェディングドレスが、いやお前なっつって、そんなん誰も見てへん、その身内だけや笑えへん、そお前の顔知ってんねんか、知らんやつほんで呼ばんとこって言って、いやもう私はもうそんなん言われたらもうちょっとウェディングドレスやないとちょっともう角隠しはってなって、ええー、ってなって、ほんでまあそれしゃあない、ほんで分かったっつって、いやでもなお前キリスト教かお前っつって、いやちゃうっつって、
いや俺キリストに礼言うたことないで。そんな今までキリストのところに頭下げに行ったこともない二人がいきなり僕たち結婚します、いや知らんって言われるわと。住吉さんがもなんかあいつあれあいつなんかもうそろそろ結婚するとしちゃおうかなと。ファッて横見たらキリスト教の前でこないしてやっとる。これは長なるわ。えっ、ー、ってなる。ほんでお前七五三はどうすんねん。教会で七五三できんのか。いやそれはってなったら住吉さん行くかな。ほんなら住吉さんもうわ七五三来てるけどこいつらうちで結婚式あげんとキリストのとこ行ったくせに、いや七五三の時だけ来んねやって住吉さんもなるぞって。キリストはキリストでなんで俺んところで式あげたのに子供見せに来えへんっていうのはちょっとノーやな。俺はイエスやけどもとかなんか言われるぞね。確かに神社お寺でお参りしてる、それは日本はもう神仏混合でそれはしゃあない。キリスト教も別にそれやってそこでずっとやってんやったでも俺はそれちゃうねんかそんなとか言うてもいやって言うから、よし分かった、ほんならどこやねんキリスト教のそのやるとこ。あの人忙しいねキリストさんは、イタリア行ったりブラジル行ったりアメリカ行ったりファー飛んでる中で日本にもバーで十字架あったのに来てへんところもあると、それやったら一回でもキリストが来てそうなところにしてくれ、来てそうなとこどこよってなって、それ俺もわからんないってずっと考えて、そしたら大阪に来たのっていうね異人館があるような、まあ横浜みたいなとこですよ。そこやったら多分外国人の人も昔から住んでるから多分キリストもファー飛んでながらああここ外人住んでんのか、ほんだら行こかえてファーファーファーしてファーで行ったことあるやろ。その金儲けのために勝手に建てた十字架のところでそんなやられるの嫌や。そのキリスト来てないところで僕たち結婚しますお願いしますって言ってもキリストおらへん、そんなあのペケだけやそれは。ちゃんとキリストおるところにしてくれ、北野や言って、うん言って、僕ら大阪住んでるんですけどだいぶ遠いですけど北野のとこ行ったんです。でいろいろ探して今安いところあったんですけども、北野いうのは山の中にあるんですごい坂道なんですよね。でそこの教会で前へ行こう、ほんだら嫁はんが大分から山ほど親戚来たんです。ほんで僕と一緒に、嫁はんところの親戚と嫁はんと僕でまず教会に向かうってなったんですけども、いやタイムズがもうこんな急斜面45度ぐらいのところのとこにあるとこしか止められへんかったんです。ほんだら向こうにはもう80超えた農作業もやられてる直角に曲がったおばあちゃんおったんですよ、この人ね、あ小籔さん言うて喋る時だけちょっとこう見るみたいな。うわ俺こんなおばあちゃんおるって知らんかったから、こんなもっと平坦なとこでやったらよかった思って悪いな。いやでもキリストも来てたしから、しゃあない。いやでもこんなおばあちゃんおるって俺平坦なとこするべきやなと思って、で車降りておばあちゃん行きましょうかって言ったら斜面45度やからほんまにもう顔スレスレやった。助けもうこうやって上がって、助け助けめっちゃ胸痛なって、太鼓橋の階段みたいになってましたけどねほんまに。助けってなったらもうキリストとかもう神さんとか言う前にやっぱり自分たちのおじいちゃんおばあちゃん大切にせなあかんなと思いました。以上、ありがとうございました。やかみじょうあるんだ、うまいな、スッとします。キリストから聞きたかったわ。キリスト本人からふわふわしてる人からそこのなぜ来たのみたいなところにしたかという。じゃあラストです。ラストか、そうですね、これあの親父との力関係が変わってしまった瞬間みたいな。親父、うちの親父はまずあの異様にハゲてるんですよ。異様にってもうハゲすぎてもう脳見えんちゃうぐらい。だいぶですね、骨出てきてる、もう骨出てきてぐらいハゲてるんですけども、僕はちょっといいシャンプーに出会えてもう2つしたんですけども、親父はね、まあ、そんな親父実はの大分 の, そのマラソンの記録持ってたりとか、ラガーマンやったりとか、柔道をやってたりとか、すごい、まあ、威厳のある親父やったんですけど、まあ、その事件以降ちょっと僕の方が力強くなってしまう、なんか偉くなってしまったというか尊敬できなくなってしまったんです、親父が。事件、親父昔本当は今大阪の魚市の報道偉いさんでも引退されてるんです、また戻ったりとかいろいろやってるんですけども、本当は魚市じゃなくて漁師になりたかったと。俺は海の男に憧れてるんだと。ほんで俺も学生の頃から漁師になるためにいろんな勉強をしていろんなことを学んで漁師になるために頑張ってきた、ただ視力が悪すぎて漁師になれなかったんですって。そういうなんかテストがあってそれが通らなかったと。それで俺漁師になられへんかったんやいう話も子供の頃聞かされてて、である時釣りに行こうと兄貴と僕と親父で釣りに行ったんです。僕まだ小学校 2,3 年ですかね。で海釣り行くと、もう港の端の方まで行って、もうテトラポットあるところまで先の方まで行って海釣りやるぞと、
行くぞ、ここは投げ釣りや、見とけと、まあ、私もうまいんですよ、こうやってバーやって、まあ、かっこいいわけだ、その時は親父かっこええな、こうやってな、引くわけや、こうやって巻いたな、言ってやってて、お前ひろきもやれと、マサルもやれって、兄貴もバーってやって、僕はもう2、3年ですから、おっ、竿は重いし、たどたどしく、もう餌つけるのも、うわ大人これ難しいな、これ気持ち悪いな、何やこの長いのとかね、こうつけて一生懸命こうやって、まあ、そうやってる間も親父はずっとハゲてるんですけどね、それはそうです、これでなんとかこうやってピューって投げて、そんなにも飛ばへんかったけど、まあ、ひろきそんなに多分引っかからないと思うけどな、まあまあそのまま垂らしとけと、バーッとやったら誰もかからなかったぞ、1時間たち2時間たち、はい、2時間ちょいした時に僕の小学校 2,3 年の竿がグーンって引いたわけですよ。もうそれはもう経験したこともね、ものすごい重さですよ、ブワーンなって、ほんでお父さん 3,4 メーター先におるわけですよ、無理やから、お父さん長来てる、お父さん引け、ひろき引け、回せ、引いてね、グンって引くね、回せ回せ、いや無理無理、お父さんが助けて、お父さん、あほ何しろ、ひろき風、お前は何し風、こっちな、よっしゃ見と見とよ、よいしょよいしょって、お父さんバーン海切っていった、お父さんよいしょよいしょスボーンって海切っていった、しょうもない力、お父さんいや夕暮れで暗くなってから、お父さんいや怖いな、怖い怖い、ほんで兄貴とどうお父さんどうなってるし、20分ぐらいしたらもうズブズレの親父が反対から上がってきて、骨格もズルンズルンになって思って、ひろゆき海はあかんって帰ってた、負けた魚に、すごいのがかかってたんですね、じゃあ、めちゃくちゃすごい大物やけど、何が漁師やいわ、そうっすね、そっからパワーバランスが変わってしまいました、親父の力しょうもなかった、しょうもなかったですさあ、もう半分経った、そうです、まだ喋ってない人がいるっていうね、はい、うちの、まあ、奥さんの話といいますか、はい、まあ、嫁とも知り合って、僕18の時に知り合ったんで、もう26、7年かな、もう長いですよ、もう正直お互いいろんなことありましたし、いろんなこと知ってるんですよね、でも26年ぐらい経っても知らんことあんねやなっていう話なんですけど、この間2人でちょっとリビングでくつろいでる時に、嫁があんたの好きな食べ物当てたろうかって急に言ったんですよ、まあ、26、7年ですから腹立つ導入やな、なんかまずは麺類ね、幅広いな、広いな、広いな、体勢と体勢ピンポイントなの、それ正解、そんな感じで言うのにピンポイントじゃないねやと思うんだからまあまあ確かに麺類大好きです、1位もしかしたら麺類かな、で同率ぐらいでお寿司、カレー、シチュー、全部当たってるやろって言うて、もう確かに当たってるんですよ、ね、で全体的に汁物が大好きって言うてるんです、確かに当たってるんですよ、間違いなくそうなんですよ、まあ、長い付き合いから全部当てようなって思いながら、この流れで来ると私の当ててみくるなと思って、こう自分の言われながら嫁の好きなもん考えてたんですよ、これ外すとまた変な空気になるじゃないですか、だからこれは当てなあかんなと、でバー、私の分かる、案の定来たわけです、まあ来た来た来た、そこやもん、まあ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 、ぶっちゃけこれは当たるぞお前、もう26年から一緒やねんから、うんとな、1位はパスタやな、大好きやろ、うん、好きやけど1位違う、そうか、ケーキ、モンブラン大好きやもんな、1位違うっていうか、ケーキの中でもあんたいつもモンブラン買ってくるけど、私1位モンブランちゃうからね、そこも間違ってた、だってモンブラン好き、モンブランは2位、でもいつも2位持って帰ってくるから、2位も嫌いじゃないから食べるけど、1位チョコレートケーキまず不正解って言われて、ほうほう、お前はでもそんなものよりも一番好きな食べ物ある、他なんや、アボカド大好きやな、お前いつもアボカドのサラダ作ってくれ言うやんけ、うん、でも1位違うって、そっから20品目ぐらい俺言うたんですよ、こう言いますね、全部不正解なんですよ、はい、26年付き合ってて、はい、全然分からんと、これ以上言うとも無理やわ、もうごめん高三、ごめんほんまに申し訳ない、26年も一緒におって分からんかった、申し訳ない、なんなんって言ったら、もう1位缶コーヒー分かるか、分かるか全部あって1位缶コーヒー分かります、缶コーヒーまさかの1位缶コーヒーコーヒーではない、食べ物って言ってる中で、コーヒー好きな人おるけど、コーヒーじゃないんですよ、缶コーヒーなんピンポイントで、それ好きな食べ物という問いではちょっととんちすぎますよね、
ハイフ正解って言ったらどっか行ってよったらどこ行ったんやどこ行ったんやっていう話です。大変やな。大変。いやこれあるのよ。すっごい短いですけど、まあ見て衝撃受けたんですけど、家に遊びに行った時に子供がわーってはしゃいで、あのダンってこけてテーブルの角でガンって顎打ったんですよ。ほんな結構割れて、あと縫ったんですけど血ピャー出たんですよ。嫁が止血や言うて首絞めたんですよ。慌ててね、慌ててテンパって、あーでもちょっとわからんでもないな。一番のなんかやりたくなりますね。まあまあまあ、うん、どうしていいかわからんもんな。危ないですけど、だいぶ危ないですけど、だいぶ危ない。おってよかったもん、そこに。血止まるけど、人生も終わるから。何がどうなってそうなんねんっていう、うん、ね、うん、まあある一時こう芸人の中で YouTube で喧嘩って検索して映像を見るのがちょっと流行ったんですよ。これもいろんな喧嘩がねあって、そうか、例えば海外両方上半身裸の男がもう道端車止めてどつき合いしてるとか、ロシアの公園男2人いて、そこにカップルがバーって歩いてきた、この1人の男が彼女の方に裏剣パーンいる。ほんなその彼女を連れてた男の方がこの二人はもうボッコボコ行くんですよ。ボッコボコ行って大丈夫か言って帰っていくみたいな映像とか、はい、なんかすごい映像が YouTube にいろいろあるっていうのをこう見るのがなんかこう流行ってるっていう話をトーク番組でこうしてた、うん、ほんでその番組終わってパーって戻ってきたら吉本のマネージャー陣が 3,4 人で、iPad で YouTube を見ながらうわー笑ってるんです。でジュニアさんちょっとこれ見てくださいよって俺も見て衝撃やったんですけど、うん、それ祭りなんです、阿波踊りなんです。阿波、うん、踊りの集団が向こうからブワーってやってくる映像のなぜか先頭が政治なんです。何がどうなってそんなこと、縁もゆかりもないですよあいつ。引き連れて先頭で徳島やもん。徳島関係ないもんな。政治、阿波踊りだらそれすぐ出てくるから。すごいっすね。検索せえへん2つのワードですね。その組み合わせは踊ってる人が政治や、政治や、政治や、あれ政治や、声だけ入ってる。驚きなまり、すごい映像。政治謎やわ、謎やわ。すごい、どういう経緯なんすね。今もどこかで何かしてるんやろな、僕の一番好きな作家が太宰治っていう作家なんですけど、まあ、いろいろ人間失格とか走りますとか代表作あるんですけど、毎年6月19日太宰の誕生日の日に、三鷹市の善林寺っていうところで大陶器っていう太宰を偲ぶ会が開かれてるんですよ。で僕は上京してから仕事がない限り出席してるんです、何回も。で太宰のお墓参りした後にみんなでその小体育館みたいなスペースで、お寺の方とあと小野さんという太宰の最後のお弟子さんで94歳ぐらいなんですけど今がいらっしゃって、で小野さんは太宰とすごい行動を共にしてたんで、その時太宰が何をやってたかとかすごい事細かに覚えてらっしゃってメモを取ってるんですよ。でその回は特に司会もなく誰かが手を挙げて前に出て行って思ってることを話すっていう話なんですよね。で僕は怖くてそこで発表したことないんですけど、いろんな興味深い話が聞けるんで行ってて、そしたらある都市の応答機にすごい上品な70代ぐらいの女性が手を挙げて前出て行って、去年も来たんですけどちょっと勇気が出なくて、でもせっかくなんで私ももう都市ですし皆さんの前でお話ししたいと思って来たんですみたいな、何喋んねやろうと思ったら、私が子どもの頃に毎年夏信州の方に家族で旅行に行ってたんです。そこはで長期滞在するんですけど、そのいろんな家族の子ども同士でこう遊んだりしてて、でたまに大人がそれ付き合ってくれたりしてる、すごい夏の間楽しい思い出なんですけど、そのいつも泊まってた旅館の一番奥の部屋には有名な
作家さんが泊まってるから邪魔したらあかんよって大人に言われてたらしいんですね。でもその作家さんはすごい気さくでいつも子供たち遊ばしてくれたりしてて、でその人がその日なんか知らんけど一人だけやったから一人でその日あの作家さんの部屋を訪ねたらしいんです。あ、一人で来たのおいでって言って中入れてもらって、今日はじゃあ一人で来たんやったらまだ発表してない物語を聞かせてあげるよって言って話してくれたらしいんですよ。それがすごいなんか面白くて記憶に残ってて、でそこから戦争入って、もうその信州にも行けなくなって、で戦後にその、 あの女性には妹がいたらしくて、で妹の教科書が机の上にあったからなんとなくめくったらそこにあの作家のおじさんに聞いた話が載ってて、それが太宰の走れメロスやったらしいんですよ。でそれを太宰ファン100人おる中でおばさんが言ってるから、もうほんとみんなうわーみたいな、すごい話やみたいな。で私は小さい頃にそうやって太宰先生と会えてたんですねみたいなことを言ったら、そのお弟子さんの全部スケジュールをこう頭に把握してる小野さんが、その年は太宰は信州に行っていませんだよ、私三鷹に一緒にいましたんで行って山梨ですみたいな真面目かなそこはええやん、すごいな、ノンファンタジーでいやでももしかしたら、まあ、もしかしたらなんかみんなでフォローしながら、フォローというかなんか日が年がちゃうかったんですかね、ちょっとした記憶が知れないっつって小野さんの記憶がすごいという話です、ね、違いますじゃあ時間の方もだいぶもうあとそんなには来ておりませんよ、はい、いいですか、早い、もう来てほしくない人、物足りない人、いろいろいるでしょうが、はい、ね、あれもう何年前ですかね、 10年前ぐらいですかね、松本さんと東京国際フォーラム長渕剛さんのコンサート行こうってなって、はい、まあ、俺そんなに、人並みでめちゃくちゃ詳しいわけでも何でもないんですけど、はい、まあまあ一緒に行った、ほんま席ちょうど真ん中の前の方の席を関係者席取っていただいて、そこを見てた、ほんでまあ始まってヒット曲とか、あれあんま俺知らん曲やなとかいう、会場めちゃくちゃ盛り上がって、ほんで途中でなんか「おいおい!」みたいな。なんこれ俺は初めてやったからね、うわーうわーって音楽ずっと流れてる中歌いもせずに、うわーうわーうわーとか言って、なんこれなんこれ思ったら、みんなうわーうわーってみんな、ね、やってる、それをおいみんなやってる、みんなやってるで、ね、端の方行って長渕剛さんステージがうわーとかって、もううわーみんな全員やって、2階だけうわーとかってみんなやってる、こっち来てもうわーとか言って真ん中関係者席、俺もう二人とも座ってる、はい、おいおいみたいな感じで、はいはい、明らかにこっちに おいを求められてるんですよ、はいはい、おいおいおいっつって、いやもう俺もう怖い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 、どうしよう思って隣バーって見た松本さん、わあめっちゃやるやんめっちゃやるやん、めっちゃやるやん、おい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 やってたね、お前それ恥ずかしいやつやないか、おいおいやってらっしゃいました、それはね恥ずかしいですもんね、ちょっとねこれやるのやっぱ、いや怖かったでも、その後楽屋挨拶来てくださいって少子が言ってるんでって言ったらさ、終わった後、お香でもう霧、濃い霧みたいになって、へぇ、楽屋がほいで、あのサンドバッグがつってあって畳があって、もうお経がかかってるカセットテープで、ずっと、どうでした何じゃこれそれでクールダウンしてるってことですよね、クールダウンしてるってことですよね、それぞれのクールダウン、そうですよね、そうそう、いやすごいですね、すごいすごいすごい、世界観がすごい新喜劇にあのベストさんというやっぱり喋んねや出ましたんだよね、ペロッと行くねよ、神がやっぱりこうやってくれました、神はもう言えない、あのベストさんという
先輩がおったんですね。まあその尼崎の時も喋らせていただきました。その、迷彩の服を着てるけども、迷彩の服、迷彩のズボン履いてるけども、全然迷彩の柄が違う。上はジャングル、下は砂漠、どこで隠れるねんみたいな。ちょうどジャングルと砂漠の境目でねえな、そんなもん敵から見つかるよみたいな服を着てはる方がいらっしゃるんですよね。まあそういうベストさんという方がいらっしゃいました。尼崎の時も言いましたけども、その方の唯一出来役の中、ごめんやして、遅れやして、ごめんやした、お邪魔しまんにゃの中で一番面白くない、お邪魔しませんっていうギャグがあったんですけど、ね、それをやった時に演出家の人に、ベスト君お邪魔しません、やめとこうか、はい終わりましたってすぐ言える。普通それバーって言われたら、あほんまですかすいませんとか言うんかなと、はい終わりましたってこう、なんで押せんねんっていうね、そういう感じのベストさんっていう方がいらっしゃったんです。その方っていうのは、まあ僕よりだいぶ先輩です。まあ辞めはったんですけども、だいぶ先輩です。僕心の中ではだいぶ先輩なのに全然思んないなと思ってたんですよね。普通新喜劇っていうのは腕が上がっていくもんですけども、なんか全然思んないな。でもやっぱり先輩ですし、楽屋での振る舞いはわーっとしてはるんです。しかも、なんか商業演劇とかその時代劇とか、そんなにも割とちょろちょろエキストラみたいな感じで出られる大部屋俳優みたいなこともちょっとされてたんで、言うたわれですけど、僕の方がええ役すぐしたんですね。新劇入ってポンポンと。でもずっと全然お客さんも出てきて、もう全然セリフもない、もう2年目の若手の女とカップル出てきて、おいやめろ、おいおいやめろだけのセリフとか、それいいんですけど、せやのに楽屋ではすごいもうパフとかその頭のやつとかそのドライヤーとかをバーって並べて、帰る時に手ぬぐいかけるんですよ。いやお前みたいな別に受けてへんやつ、何そんなそこキッチンしてんねん。先輩やろ。そのなんかのね、誰かの公演でもらって記念の手ぬぐいみたいなのファーってかけて、お疲れ様でした言って帰るんですよ。いやお前みたいな受けてもないやつひっそり帰れやとか思いながら、いや心の中ではですよ、若手の時ですとんがってました。僕も今はそんなこと思ってませんが、その時は本当に何やねんあいつとか思ってたんです。全然そのいつもね、初日とかになったら僕ちょっと英訳させてもらってます。内場さんという座長がおって回しやってありますから、僕もこの人に答えなければならない。で内場さんが、あっこな、もう出番10分前とかでも、あっこちょうど公開をかとかって急に言われるわけです、新喜劇。あはいなるほど、あそうですねとか言って、すごい真剣な打ち合わせをしてるところが神棚の前なんですよ。そこすぐ出番袖やから、ここでやってる時にそのこういう形式にすごいこの何て言うんですか、とらわれてる人ですから、僕と内場さん一番ボケる役、一番突っ込む人がバーって初日の話してんのに横パーって来て、いやもうせんでええやんお前、大事や、ね、毎回僕ここんのにパンパン、その後滑るんですよ。もう神さんおらへんやん、神さんおらへん、ここ空っぽやん。でおったとしてもお前の言うこと聞いてへんやん。ずっとこうやって願ってて、ずっと滑ってちっちゃい役、もう神さんおらんやんそれやったら、何してんねん言う人が。でもまあそういう風な人のプライドの中ではやっぱり自分は時代劇とか商業演劇出たという自負があって、お前らは出てない、いや大部屋ではなとかいうのはたまに聞こえたりするような方なんですけども、新劇の特番ありました、時代劇の設定なんです。全員のカツラは用意できないんですけど、まあみんなある程度カツラとか刀とかその着物とか着るんですね。全部揃えたらめちゃめちゃ高いんです。でも大体の人はあるんですけども、ほんでこう羽蓋っていうね、カツラをかぶる前にこの要はなんか頭キュッて縛ってこここうハゲにするみたいな、そのあとこうちょんまいかぶるみたいなやつがあるんですけど、そうなんていうのは大体僕らそんな別に時代劇の専門家ではないので持ってないんですけども、もうつけてもらうんですよね、あの床山さんにこうつけてもらってんでカツラかぶせてもらう。ほんだら僕ら楽屋でわーって着替えて、あもうカツラつけに行かなあかんのかなとか言うてたら、もう一人で背筋ピンってしてその手ぬぐいファーってめくってね、なんかおもむろに奥からマイ羽蓋、何で持ってんのか分からないけど前歯舞台パッシーつけてるんですよ。その時めっちゃイキってますよ、こうやってる時は中グー入れて、ほんで目もクックってつってね、ほんで別に僕らは大部屋じゃないんで、その着流しみたいな着んでいいのに、さっきなんか着流し着てからクックッえらやっとんな、でファーって言って、すいません僕のカツラどこでしょうか、あ別所君カツラないわって言われて、役小さいから、そりゃそうですよ、あんなやつに別にカツラなんか発注せんでいいんですよ。羽舞台つけたまま帰ってきたんですよ。僕なんで羽舞台つけて出て羽舞台で、ほんだらまた背筋伸ばしてくれて羽舞台を取ってんですよ。普通やったらへーとか言う、こうなんですかね、あ俺羽舞台つけてたけどなかったわとか言うじゃないですか、そういうの全然よう折れんなそんなの。
で、その話をクククク笑ってたら、メダカさんがロビーにおった時、いや、でもな、で別荘の歯舞台つけてバーって向こう行って、帰ってくる時、どないしてん、いや、僕のカツラなかったんですよ、言った時、ちょっと泣いてたで、言ってメダカさん、今から泣いてたというお話です。いや、お子さんもね、おられますし、はい、ちょっと霜が続いたんで、ほんとほんと、ね、アットウォーミングな、うん、ね、そうよ、22、3年前ぐらいの、うん、ほんまにね、あの今日みたいなそのあの時期でした、うん、もう真夏、はいはい、祭りの営業かなんかに行くんですよ、うん、まあ、暑い日で昼の2時に大阪の梅田に集合なんです、待ち合わせ、うん、何組の芸人とあの行くんです、もう若い時に1時半ぐらいに着いてもだ、えらいちょっと早めに着いてもだ、暑い、もうそれこそ夏休み、もう人もすごい時に、どうしようかな、あの 地下街があるんですね、大阪梅田に、その地下街ってあれ日本で一番大きい地下街らしいんですけど、すごい地下街があるんですよ、あ、じゃあ30分ぐらいまあそこで時間潰そうかななんて思ってたら、向こうから健太郎健太郎って言って、お母さんがもうほんま泣きそうな顔して健太郎を探してるんです、うん、健太郎、あ、迷子か、かわいそうにななんて思いながら、健太郎健太郎ってなぜかお母さん俺んとこ来て、あの子供見ませんでしたかって言うんです、で、え、いや、あの小学3年生で、あの半袖半ズボンで、あの虫取り網を持ってるんです、いや見てないですね、あ、そうですかとかで、また健太郎健太郎言って、汗ぶわーかきながら探しに行きやりました、かわいそうになぁなんて思いながら俺地下降りて、ほ、うん、んでなんだかんだこういろいろ見てたんです、ちょっと本屋入ったりお土産はこんな売ってんねんなとか思って、パッて見たらぶっとい柱に半袖半ズボンの虫取り網持った子がこうやって普通に立ってんすよ、おぉ、あれ絶対やん、何にもその動じることなく普通にもう巣中の巣、うん、絶対やん、うわー、健太郎やろっつったら、うん、言って、え、お前、おっかんめちゃくちゃ探してんぞ、うん、お前のことを言って、お前迷子やろ、ちょっとどうしようかな、どうしようかなっつって、あ、派出所にとりあえず派出所連れて行こう、うん、言って、ちょ、行くぞ行くぞ言って、健太郎連れて俺派出所連れて行ったんです、うん、ほんで、まあまあ一旦よかったよかった、どうしようかな思って、もう時間ももうそろそろ2時やしなとか思ったら、向こうの方から健太郎健太郎とかって声聞こえるの、はいはい、あ、お母さんやん、俺そこまでバー行って、うん、バーって見たらもう号泣してんぞお母さん、健太郎健太郎って言って、お母さん健太郎、あの見つけましたよ、はい、今、とか言って、あの初出場まで連れて行きましたから、ほんまですか、ありがとうございますとか言って、お母さんと一緒に初出場行って、うん、ほんでお母さん初出場入って、あんた、だから離れたか言ってねえろー言って、もうめちゃくちゃ健太郎怒られてるんですよ、けどまあ結果見つかったから俺はまあよかったよかったと思ってね、あ、これでまあ、けど怒られとるけど、まあまあよかったなぁ思ったら、おっかんは、その、見つかった嬉しさ、でも、腹立つ感じ、うん、でももう二度と健太郎と離れ離れになりたくないっていうことで、そうなったんでしょうね。行くでー言うておっかん出てきたら、健太郎の虫取り網を、健太郎に引っ掛けて。パニック、そうだ。最終してもらったね、あったかいなって、僕高校までサッカーやってまして、あ、 そ、 う、でその高校は大阪で僕が行ってた時ぐらいまでずっと毎年全国大会に行くような名門高校だったんですよ、で、最後まで卒業までやるメンバーっていうのは大体みんな推薦で大学か推薦で社会人のリーグに行くのがまあ普通なんですよね。いまだかつてそこからお笑い芸人になったっていうパターンがないんですよ。おお、すげえ。で、僕決してチームでも明るい方じゃなかったですし、なんとなくみんなに芸人になるって言えなかったんですよね。みんなもサッカーサッカーってなってたんで、僕割と早い時期に芸人になろうと思ってて、で、どうしようかなと思ったんですけど、一応チームメイトにはあのちょっとやりたいことあるから東京行くっていうだけ言って芸人になるとは伝えてなかったんですよ。東京出てきまして、で4年ぐらい経って22ぐらいの時、まだピース組む前に初めてロケ行かしてもらった時に、そのロケがあのバスガイドの研修
についていくみたいなロケやったんですよ。でなぜかその司会の僕も助走してバスガイドの格好で一緒に行くっていうロケだったんですね。で都内のいろんな有名な場所回るんですけど、最初雷門行きますって言って、雷門の前がすごい混んでて、ちょっとずらして止めますって、だいぶずらしたところに止めて、じゃあ機材後で運ぶんでまず演者さん移動してくださいってなったんですよ。でバスガイドの10人ぐらいの人と助走した僕が雷門行くんですけど、スタッフさんもいないですし、もちろん当時マネージャーさんも同行してないんで、バスガイド の研修に一人変態混ざってるみたいな状態になってますよ。でうわなんかすごい不安やな、これなんかもうちょっとなんか誰か追ってくれたりせえへんのかなとか思いながら雷門の前着いたんですよ。そしたらマッタンって声聞こえて、で僕東京でマッタンって呼ばれてなかったんで、うん、うわもう最悪やんと思って振り返ったら、サッカー部 そのチームメイトがスーツ着て多分就職活動かなんかでいて、で僕が芸人になってると知らないんですよ。でおそらく僕が言ってたやりたいことあるから東京行くわっていうのをもう多分それしか頭ないから、うん、僕を見て なんでバスガイドやねんって言うわな。言うしかないわな。ちゃうねんって説明めっちゃむずいねんけどね、なんか照れもあるその芸人やってるっていうのなんかあんま知られたくない、まだなくて、なんとなくそいつが誰にも言わんとくわみたいなこと言われて、一応まあ芸人やってて そういう仕事やねんっていうのを説明して、まあ、今はみんな分かってくれてるんですけど、それが僕の最初のロケなんですよ。はい、最初のいいね、いいわ、いいわ、そういう話がええわ、なんかなんかスッと入ってくる、ね、そうそうそう、食べやすい、入りやすい、入りやすい。ドン・キホーテで、うん、ドン・キホーテ一目惚れして買った自転車が2週間で盗まれたんです、はい、うん、いやでもう本当に世知辛い世の中やなって思って、もう怒りがもう収まれへんんですよ、うん、でも本当に気に入ってたから、そんな使わないんですけど、なんか色合いとかも好きやったから買ったんですけど、ほんま普通にマンションの駐車場置いてたのに、まあ入れるようになってるんですけど、それで盗まれて世知辛いなって思ってて、ほんなら近所のそのドンキホーテの近所の自転車屋でもう買いに行こうって、とりあえず自転車いるからって探しに行くがってら行ったらあったんですよ。あってほんでそのおっちゃんにもう世間話で自転車ありますって言って、あるけどいっぱいって言って、うん、なんか盗まれましてんって世間話で、買って2週間で盗まれたんですよって言ったら、このもうあかんよ東京はみたいな、ダメだよ東京はって、そんなね、だから鍵なんか何個つけてても一緒、そういう悪い業者が積んでいったりするから、もうだからそんないい自転車買ったからでしょ、だからダメだよって、もうそんな安くてもう出したやつ買ったらいいんだよって、そんなんありますって言ったら教えてくれたのが僕が買った自転車と全く一緒。何がダサいんすかこれ。の、ね、人それぞれやの。そうなん、切ないな、切ないな、腹立つな、切り入ってたのな、切がないな、切がないわ、ほんまよっぽどついてないってことやからな。NSC の時の話なんですけど、もう NSC の時の話、いや、いいじゃないですか、NSC の時の話でも。いや、まあ、いいけど、どの NSC の話なんか知らんねん。いや、NSC で、まあ、同期がナインティナインとか、はい、矢野兵道とか、まあ、星ちゃんもそうなんですけど、はい、ほんで、ナインティナインの矢部と、で、矢部がその時付き合ってた彼女と、で、星ちゃんと、あと星ちゃんがその時付き合ってた、さっき名前出ました、よっちゃん、うん、ほんで矢部の友達のその時付き合ってた人、ほんで僕で、僕に紹介してくれる佐藤子、名前言わんでええわ。言わんでええわを言わんでええわ。で女の子とみんなでバンで滋賀県にキャンプ行こうっつって、で行ったんですよ。でみんなでわー言うてて、こう楽しいなー言うて、だいぶ緑が増えてきたなとか言いながらこう山道を走ってて、で窓開けよう言うて、その方が気持ちええわって夏やったんですけど、もうクーラー止めてガー開けたんですよ。で、あー山の匂いやなーとか言うてて、で矢部が運転してて、その横彼女で、ほんでよっちゃん、ほっしゃん、俺、ほんで後ろにその友達と僕の女の子
が座ってたんですよ。で窓を開けてこうなんかバーってやってたら、星ちゃんの彼女のよっちゃんが、いやー何これ星田くんってなったんですよ。ね、ほんならよっちゃんでこうなんかソバージュみたいな出てたんですよ。たまたまいたな。ありがとう、よかった今日お前で。で窓を開けててこうやってる時に、ここにあのスズメバチが入ったんですよ。でブワー言うてるんですよ。で何これってなって、ほらおっしゃんもうわースズメバチだっつって、なるよね、うまくやったって言うて、ほらもうこうなってやめろ刺される言うて、おっしゃんなんかわからないんですけど自分の履いてたスニーカーでうわーって言うて、ここバーンとついたんですよ。よっちゃん、もう殺そう思って、よっちゃん、よっちゃんのもう全体をって、よっちゃんごと、よっちゃんごといったよ。この距離でですよ。うわーって。ほんならよっちゃんバーン叩かれて、よっちゃんも腹立ったんかなんか知らんけど、ほっちゃんをバーンと叩いて。ほっちゃんが、まあ、始めやな。大変言うて。いやスズメバチが言うて、ほらスズメバチも絡んでたんですけど、もうこれぐらいで。一応いけたんや、やばい、一応言うて止めてこうやって落として、一応いけたんや、踏んで危なかったな言うて、うん、で星ちゃんとよっちゃんがそこで、うん、なんか仲悪くなってもうたんですよ、うん、それはちょっと遺恨残すわな、結構な赤身でしたから紐の跡がこの辺で出ましたから、こう遠心力でいったその紐の跡がついてましたから、ほんでこれはちょっとまあしゃあないかと、うん、ね、うん、でまあ何やってても僕らが楽しいやってんのに、ほっちゃんがよっちゃん焼けたでって言ったら、いらん、ああ怒ってるわ、いつまですね全然なって命の恩人なんやでとか言うたんですけど、ずっと喧嘩してるんですよ。ほんでもうそのまま一泊して、ほんで次の日じゃあ帰ろうか大阪にって、でずっと空気悪いんですよ。何やねんって言って、もうええやんって言ってんねんけど、まああんだけど疲れたのなと思ってて、俺当時今はなくなったんですけど、そう琵琶湖タワーってあって、で琵琶湖タワーにこう滋賀県で寄って、でどうしよう言うて、なんかゴーカートあるし乗りに行こうか言うて、やべやらと、で降りて、星ちゃんとヨッちゃんどうするって言ったら、俺ええわ行っても面白くないしみたいな、でもいつまでやってんねんどうすんの言うて、あれもうすねてたから、もうええわ言うて、俺らで行こう言うて、俺ら1時間半ぐらいゴーカートわー言うて遊んでたんですよ。で車のとこ帰ったら、車がちょっとうっすらちょっと曇ってるんですよ。え？と思って、ほんでバンのあれをバーンって開けたら、くっさーってなって、むちゃくちゃ臭いやんこれ言うて、何やねんこれ言うて、ほしむちゃくちゃ臭いやんこれ何って言ったら、仲直りのエッチしてんって言う。くさー言うて、昨日お風呂入ってねえし、くさー言うて、ちょっとまだ開けてっていう、そういう話です。何やねん、ええやん、いや何やねん、急に曲がるやん、もうええやん、もうスルブシのバーンで終わっといちゃえ、終わっといたらええやん、そうやんな、あそこマックスやんな、ちゃんですよ、スズメバチの動きでマックスやんな、何やねん、ホシャンの動きはもうええわ。いや僕の中ではやっぱ仲直りのエッチっていうのがおもろかったんですよ。まあ、帰ってからしてくれって、薄い感じはあるけどな、むちゃくちゃ臭かったんですよ。でスズメ、ごめん、スズメバチどんなのここで死んでる時、死んでる時もう低い低い言っちゃってそこで、それでそこでそれでいやいや、ホッシャンのそれはいらんわ、ホッシャンも多分そんなんやったよ、似てますね、ハチとね車の中にそんなんやったよ、ホッシャンも目つぶってたよ、目つぶりながら、ね、スズメスズメバチ目つぶってた、はい。そんなもう星田さんとスズメバチでインフマンでいいんですか。もう7、8年ぐらい前ですけど、はい、みんなでハワイ行こうって言って、で僕もまあ独身でしたし、うん、今だと僕とね、うん、で今はもうすっかりうどん屋さんになりました山下、はい、おもろ山下、あとまあ後輩何人かおったかな、はい、であと宮迫ファミリー、はい、宮迫と嫁さんと息子3人、はい、宮迫のとこだけファミリーやったんです、はい、でみんなでハワイ行こう言うて4泊5日ぐらい行ったんですよ、
で、まあ、僕らは言ったってあの、ね、独身ですし、全員でみんなで遊んでたんですよ。でも3日目の夜ぐらいはさすがにね、ちょっと宮迫とこのファミリーも気も使うやん、はい、あ、奥さんもそろそろ家族だけでなんか晩ご飯ぐらい食べたいんちゃうか、はい、みんな一緒っていうのも、はいはいはい、俺は先輩で気も使うやろうし、うん、で我々は我々でそんなん言ったってまだ若いし、はい、あの聞いたらなんやものすごいええクラブがあると、日本人女の子いっぱいおるクラブがあるから、うん、そこ行きましょうよ、うん、あ、そうしようそうしよう、じゃあもう3日目の夜はもう別行動にしようか言うてんで、宮迫もこうこうこうで、宮迫も家族サービスしたらええし言ったら、はいはい、あ、はいみたいな感じで、あれとかまあ思いながら、はい、昼間バーンと遊んで、はい、でレンタカーで、うん、あのホテルの前まで来て、はい、で宮迫を家族だけ置いて、はい、で僕らはあのじゃあ行くね、で明日の朝またあフロントでロビーで何時集合朝ごはんみたいな、じゃあねって、で車乗って、山下が運転してたかな、で俺は多分助手席乗ってたのよ、はい、で車結構走りましたよ、はい、車でわーってその、はいはい、割と走ったんですよ、うん、割と走って、僕もうあの光景は忘れもしませんけど、はい、ミラーに、俺だから外車やったらこっちやったと思うね、はい、ミラーに誰かがものすごい勢いで走ってきてるんですよ。なんやこれと、誰やこれ、おいってパッと見たら宮迫がものすごいターミネーター、重心もめっちゃ低くて、おい低気です、止めたれ止めたれ宮迫来てるぞって、止めたれ止めたれ宮迫来てるから、なんそんな焦ってバーッって家族振り切ってきました。家族って振り切るもんかね。あれは早かった、ね、すごい、ね、早かった、あれは早かった、どうしても行きたかったんですね。いや追いつくわけないと思ったけど、はい、もう意志がすごかったから、はい、あれ 100m もしかしたら10秒切ってた可能性あるからね、すごいっすね、あれ早かった、もう携帯も使われへんから海外で、なるほどなるほど、そうだからもうあそこではぐれたらもうアウトやから、アウトですから、えぐかったね。